の時間この船でアジアティークに行く人はほぼいないんで、スカスカで貴族の気分になれます。ちょっとくよくよしてても仕方ないんで、あのセンター地域97点のカブワが豆知識を言いましょう。これ今船がチャオプラヤー側走っているんですけど、チャオプラヤーというのはあの太陽を流れてるあのめちゃくちゃ大きい川で、流域面積はあの何位か忘れたけど、ね、だいぶ広くて、その稲作とかその私有とかも入れたらすごい数の人々を養ってる、そういう川でございます。こちらですね、夜になると周りにターマンがあるしていろいろあるんですけど、こういう感じで反射してキラキラ光って、まるで豊洲のような感じになってます。いや、木口が今日どこ行ってるかはこれ撮ってる段階ではまだ知らないんですけど、同じとこ行ってたら面白いな。これここは旅行中、海外旅行で Wi-Fi を使わないっていうのをテーマにやってるんで、ホテル帰った時だけは Wi-Fi はあるんですけど、普段今日朝6時半にホテル出て、そこから1回も Wi-Fi つけてないから、どういう内容が来てるか楽しみですね。